株式会社マイカルが開発、運営していた大規模ショッピングモール。マイカルがアメリカの大型ショッピングセンターを半年、マイカルの理念である、いつも若々しく快適で健康な生活を体現できるショッピングセンターを横浜市本目に計画し、1989年にマイカル本目を開業したのが始まりである。さて、ビブレを各店舗とし、 シネマコンプレックス、スポーツクラブ、フードテーマパークなどを併設した大規模ショッピングモールである。他社のショッピングセンターに比べ、各店舗部分の面積比率が大きく取られている。ただしマイカル大見八幡は、ビブレは出店せず、さてのみ出店していた。マイカル茨城、マイカル小樽以外の施設は、建物を複数の棟に分け通路でつなぐ形態をとっており、各棟に番外と、 数字が振られている。すべての施設で4番街、9番街は意味番として欠番になっている。2011年3月1日にマイカルがイオンリテール株式会社に吸収合併されたことに伴いマイカルの名称は廃止されイオンショッピングセンターに名称が変更された。なお同日、サティもジャスコと統合され店舗ブランド名がイオンに変更された。その後、 イオン、本目以外は管理、運営が2013年11月1日に、イオンモール株式会社に移管された、マイカル茨城。ありがとうございます。